分からん。まあ別にそんな無理強いしないし、まあ、嫌なら嫌で別にそっかってだけだからいいんだけど、勝手に切れられるの本当だよ。これマジでそう、なんか本当そう、なんかそうなんだよね。そうなんだよね。なんか言われディスられたりとかさあったじゃん、思い出したら。うん、私あんなレベルの低い女って配信者に、とある女性配信者に言われたりとかさ、なんかそうなんだよ。だからもう今日は、ね、悪い縁を断ち切って両縁を結んでいきたいと思います。今日もらい事故めっちゃ多い。あ、リリーさんにも言われたよ。なんか利用しようとしてるみたいなさ。じゃ利用っつーか、じゃコラボってさ、まあそりゃ閲覧が湧いたら嬉しいけどさ、それが利用ってのはおかしくね。だみんなみんなみんな、じゃあコラボしてる人みんな利用し合ってるってなっちゃうよ、悪い言い方になると。そう、縁切り神社行く、私とコラボすると閲覧とアイテム上がるから今はなしやねんって言ってた。アイテム上がるかは分かんないけど、閲覧上がったらなんでいけないの？だってコウキちゃんだって東京でコラボしようって言ってたじゃん。じゃあそれは何の目的なのってなるじゃん。友達になりたいからってまた不気味だしさ。ムックおはよう。ね、まあいいわ。まあなんか揉め事嫌いなんで私最近。最近平和に生きてんだけどね。平和に過ごしてんだけどね。疲れちゃって人間関係。まあ、でもなんか悪い風に言ったら、その人とコラボして、待って、利用ってさどういう意味、詳しく辞書で読むと、別に私さ、じゃあ私とコラボして、もし閲覧が上がったら私嬉しいけどね。私はその人が逆にコラボしてダメダメだったら、なんか申し訳ないなって思っちゃうけど、まあ、これ価値観の違いなんかな。だってコラボって利益のためにするじゃん。仲良しだからっつうのはあんまりないよ。あ、投票券30個。あ、ね、リーちゃん、見た。閲覧何人ぐらいいたの、それ。それちょっと今話そうかなって思ってるけど、でもなんか、ハト来ないから迷ってる。自分を得するようにうまく使うこと。それはみんなそうだって。使うっていうのもちょっと変だけど。あ、そうなんだ。だからもし私に閲覧あっても、その時すごい閲覧あっても、コラボしてくださいって言われたら別に嬉しいんだけどね。まあ、よくわかんない。どういう意味？96号さん。俺の話なのか。
黒ガス、靴ガソリン満タン開始出てしよう、どういうことこれ。例の件でハトあるかもって見に来たけどなさそうだからいいかな。私もハト来てないから、あ、なんか言われるだろうなって挑んで配信つけてるとこあるんだけど何も来てないんだよね。じゃあこのままフェードアウトでいいんかな。ただ言えることが全部嘘だよ。あ、本当に全部嘘。うん、まあ別にいいんだけど、まあいつまでやり続けるんだろうね。多サイトまで行っても粘着するって。コウキちゃん人気、コウキちゃん人気だね。うん、トレント相沢、あとテテさん、テテさん今何してんだろう。ブロックされてるからさ、どんな感じなのかわかんないんだよね。コウキちゃんの話題、え、コウキちゃんバンになってたって本当昨日も。ゆみやくん1週間バン、なんで。テテさん1週間バン、なんで。1週間バンって何したの。テテと配信した。え、ブロックされてないのテンストさん。私だけブロックされてんの。あ、死ぬ発言。え、テンストさんはブロック解除された、私、あ、ブロックされたまま会いに行ったんだ。へえ、あ、そうなんだ。全ブロ。あ、でもそれでもテンストさんはブロックされたままなの。いや、解除してほしいんだけど、テテさんのファンなんだけど、あの生きる楽しみの一つなんだけど今、うん、最近ふわっち退屈だったから、あの本当に見る配信ないんだよね私。昨日会いに行ったんだね。昨日、昨夜君の枠のコメでマルコが月曜日のバス行っていいかなってあったけど、後でたくむくんに聞いてみて、マルコが、マルコさん月曜日バス行っていいかなってあったけど、後で昨夜君の枠のコメ、昨夜君の枠のコメで、あ、M 子かな、え、M 子かな、え、来るの、え、私行くって知ってて、M 子かな、来るの、なんで、どうして、私行くの知ってるよね。今むくみタイム。皆さん、実はですね、5月の11日から5月16日、5泊6日でちょっと韓国行ってきます。で、配信するかどうかはちょっと分かんないけど。あ、そうなんだ。あの、吸引してくる。吸引。いや、私はブロック、あ、でもね、別端末から見てるらしいけどね。おはよう、え、ウソポンって、ウソ、あのウソポン、あ、ウソポンこんにちは、あ、ヒコポンさんだよね、あ、ヒコポンさんは、はじめまして、ヒコポンさん、私のこと知ってるんだ、ヒコポンさんって、私のこと知ってるんだ、はじめまして、ヒコポンさん、あ、本当ですか。よかったら仲良くしてね、ヒコポンさん。は、新しい生きる、あの、道筋、生きる、あの、楽しみが増えました、ヒコポンさん。仲良くしてね。
今こうきちゃんとひこぽんとててさんとまちゃさんがあのふわっちの F4 だと思ってます私。でなんだかんだ盛り上がってるよね。おもろいひこぽん。じゃあちょっとフォローしとこう。ひこぽん、ひこぽん、テテは26日11日までバン。うーん、 F って何なん？ふわっちの F。 日本の宝。まあ今、まあでもね、ちょっとね、こうきちゃんはもう1ヶ月2ヶ月とかだと思う、あの命は。うん、だその前に私はコラボしたかった、マジでしたいと思ってるしね。うん、いや山田くん、あの私のためにってなったらやめてね。もしそうだとしたら私だってすぐ帰るんだからさ。うん、ね、持つか。まあでも今月すごいよね、番回数がさ。テテさんね、優しいんだよ。あのね、テテさん話しやすい、あと気遣い してくれるしね、気配りとか、あのコーヒーとか入れてくれるし、うん、いやもうふわっち厳しいし、もう TikTok ももう厳しいからさ、うん、そう、エンターテインメントだよね。タコシはシルプラって言ってたのに嘘ついてたよね。テテさんちょっとモノマネできそう。タコシはに似てる。ちょっとちゃんと見たいんだよ、私どんなことを喋るかとかさ耳がいい、私耳がいいんだよ。もっとテテさんのこと知りたいんだから、ちょブロック解除してよテテさん。もっと長くやってるって出てるの。あ、まゆちゃん枠よく見てます。明日、ちょっと待ってね。わあ、ジェットコースター来た。ジェットコースターやっと来たーん。30分して明日ちょっと来てください。ぜひ来てください。ジェットコースターありがとう。わーい、今予定2組目、うん、デート2組目、あデートじゃねえや、リアトツ。いやもうほんとみんな来てよ、みんな来てください。大阪の民たちよ、今でも2組しか予定がない。新幹線で帰るから早い時間かなって思ってて、私も行きたいよって。あ、これあれかな、でみんな6時ん？今何時？1時間前であと15分と20分で終わるかな。ステッカーあるよ、あるある、ステッカー。あれ、ステッカーなくなっちゃった。あるあるよ、あるある、あげます、これプレゼントしますから、2つ。うん、来てください。5時57分うん、じゃああと1枠だね。24日、テロップ変えとくか。ただしね、大阪なのであれば一人ぐらいは、ね、大阪の配信者と絡みたいよ私、うん、失礼すみません。ダウン、あー、カソですが、あ、ありがとうございます。わ、2発目ジェットコースター来た、ありがとう。
あ、じゃあぜひお願いします。私、いや、人見知りだけど、私あの団体行動じゃなかったら全然人見知りしないの。なんかね、人見知りっつうか、なんか団体が苦手なんだよね。あの集まりとかさ、誠司さんどうなんだろうね。いや、誠司さん25日会うしね、あれじゃない。でも私なんかこの前さ、誠司さんの枠コラボ上がったらさ、すごいなんか眉やだみたいなコメントで溢れてたから、誠司さんになんか迷惑かけちゃうかもしれない、あ、桃奈々ちゃんとかね。あ、桃奈々ちゃんとかいいよね。いや、この前すごかったんだもん。なんか本当にひどかったから、そうまきちゃん、そうなんだよ。でもね、明日帰るから、まあほぼ今回は、まあ、ユニバ目的、じゃあバトルしにじゃない、あのおしゃべりしにコラボ上がったんだけど、いや、あのね、女性難しいんだって。女性は難しい。私のキャラだから難しい。だってキャリーちゃんとかもさ、あのエンタメ系じゃん、キャリーちゃんって。あのどっちかっていうと私よりじゃん。それでも私叩かれるから難しいんだよね。クルちゃんみたいな、あの清純で可愛い子ってなると、私がいじめたってなるムーブが嫌なんだよね。もう むずいんだってほんと。桃奈々ちゃんもエンタメ系だから大丈夫かなっていう。だからデコルテ姉さんとかさ、だからね、そうなんだよね、いや違う、私女と会わないってことで、ね、あ、例えばさとみさんとかもエンタメ系だから、なんつうんだろうね、荒れないんだよね。さとみさんもキャリーちゃんギリ荒れるかな、なんか、ね、クルちゃんのことは好きなんだけどね、最近よく見るし、いや、なんか疲れる、叩かれるの。なんか最近私疲れてるかもしれない、ここ2ヶ月ぐらい、3月の頭ぐらいからね、疲れてるわ。なんかね、守りに入っちゃってるよね、それ自分でもわかる、俺も一瞬なずきかと思った。え、なんだろう、映りかな、ちょっと待って、からむくんでんじゃね。マジでなつきちゃんに似てるかもしれない、叩かれても気にしてないと思ってた、なんで今日そんなむくんだかわかんないけど、まあ、疲れてる、とても、まあ、ちょっと適当に考えとくわ。夜配信つけて、場面でもいいし、そう、個人的な相沢さんと絡んでほしかった。まあそうだね、まあでも絡みたくないんだって、まあ、メンタルの問題なんじゃない。私もメンタルのに問題によってはあのコラボしたくない時あるもん。あ、今私コラボしてもあの叩かれるなとかさ。リリーさんはなんか、リリーさんはコウキちゃんとコラボする翌日に私っていうのはなんか嫌だみたいな感じだった。でもそこでじゃあ、まあ、リリーさん断なしになってコウキちゃんと絡んでもまあなんかあれかなって思って、まあ、どっちもなしでいいやみたいな、どっちもなしが正解かなって。